はい、塩見です、今ですね、これ梅田に来ております、地元ですね、大阪梅田でですね、ランチ食いたいと思ってるんですが、まあ、大阪といえばたこ焼き、お好み、串カツとかですね、そういった名店が多いと思いますけど、本日串カツのですね、阪急三番街にあるカツというお店で昼飯食いたいと思っております。じゃあ行ってきます。三番街のですね、串カツ屋のカツというところに行ってまいりました。味はですね、どちらかといえばジャンジャン横丁の菊屋さんの方が私はやっぱり好きかなと思っております。しかしですね、大阪の梅田という中心街にあることとかですね、阪急管轄のところでお店が比較的やっぱり綺麗とかですね、いうようなところですね、利用価値はあるんじゃないかなと思ったりします。また、串カツに関してですね、いろんな動画撮っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは。